心の決めたままに、私には愛する歌があるから、すごい前面だね、私は島崎のフットテレビモテすぎだよ。マイクこっちへください。島崎さんが歌います。マイクを頂戴いたします。おー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 、島崎結婚が決まったっていうのに相変わらずモテていいな。結婚？本当ですか、島崎さん。いえ、そのどうして今まで隠してたんですか。許せないわ。いえ、隠してたわけじゃ。お相手はどこの人？知らない、結婚なの。そうだよ、島崎、白状しろよ。いや、言っちゃってたわ。そうだそうだよ、白状ほら。山口六平太、友人代表として島崎敏郎君の結婚について改めて発表させていただきます。島崎君の秘めたるお相手は営業の井上和美さん。式は今年の秋、新学の30日で。何だ何だ、あったんですか。皆さん、部屋の前にそれぞれの名前が書いてあります。宴会は大広間で7時からです。おー、ロッペタ、はい、俺、今西課長と一緒じゃないだろうね。一緒にして欲しかったんですか。バカ言うなよ、まあ、あの課長もいびき大変なもんだぞ。一緒に部屋に乗るのに私同乗したいよ。この部屋に一応。あ、それね、はい、はい、お願いします、はい、ちょっと山口くん。なんでしょう。木更津部長は後からお見えになるんだったよね。はい、休養ができたそうで。いやいや、宴会まででお見えになればそれでいいんだよ。その予定です。ところで山口くん、まさかその私と部長と同室ってことは。それはありません。いや、よかった。あの部長すごい歯ぎしりなんだから。ママ子先輩、マイクこっちこっち。ありました、ありました。疲れた。やった、いい部屋じゃん。でしょ、ここはちょっとした穴場よね。お茶入れましょうか。あ、私入れます。やっぱり究極の社員旅行は温泉だなや。本当にいいですね、のんびりとできてね。おう、なげ、何やってんだよ。翻訳じゃないんですね。当たり前だろ。いや、六さんの撮ってきたビデオ見たらてっきりそう思ったんですよ。でもちょっとね、ほら、冗談じゃないわよ、まったく。本当ね、本当どういう気でいいんだろう。もう島崎さんだけはって信じてたのに。かよこ、あなた本当に知らなかったの。何何何じゃないわよ、島崎さんのことよ。あなた秘書室だからさ、人事の噂耳に入ったんじゃないの。うん、初耳よ。知ってたら美智子に教えてたわよ。ああ、夢がついに消えちゃった。太鼓が降りても私は降りないね。結婚式までまだ間があるんだから、それまでに。やだ、すっごい執念。やだ。なんで、悔しいじゃない。どうか、人気出ないわ。やだ、みっこ、すごいこと。よし、それいい。プリンね、よし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 
がなかなかに盛り上がってますね。いや、それにしてもこういうところで聞く女性の声はなかなか色っぽいもんだね。よーし、ほんとこれは村木。皆仕事に一丸となって邁進している総務部の皆さんのご努力には誠に頭の下がる思いであります。どうか今夜は無礼講で大いに楽しんでください。では乾杯。乾杯。ありがとうございます。申し訳ございません。使いいただきます。いやー、そうそう、君も一つ。うわー、恐縮です。申し訳ございません。その顔は会社の女房役だからな。頼むやるな。かしこまりました。うわー、聞きます。いやー、お前の人気には恐れ入ったよ。和美さんのことを秘密にしてたわけ分かったろ。罪作りのやつだよ、お前は。いやあ、もう飲もうよね、今日はね。もうガンガン飲もうじゃん。畑がないよね、本当に。ほら、ほら、開けろ、ダーンと。はい、村さん。まあ、どうぞどうぞどうぞ。しばらくさん、おめでとう。今日はね、もう思いっきりもうお祝いした。ありがとう。どうぞどうぞ。あ、どうも。みどりさん、酔っ払ってるね。酔ってなんかないわよ。しばらくさ、参ったな。しばらくさ、落とし口に冷たくすると冷めちゃうか。女の恨みは怖い。またまたそんなこと言って。ほらほら、あなたしんだよ。失礼いたします。島崎様、お電話が入っておりますが。彼女さんだな。逃げる。盛り上がってるよ。え？バカだな、そんなこと心配しなくて大丈夫だよ。あ、それから和美さんの好きな山椒の漬物忘れずに買ってくからね。うん、あ、そうだよ。分かった分かった。だからそれを僕に任せてね。ああ、なんでもないよ。え？そんなことないよ。あー、ちょっときついとか言っちゃったかな。じゃあ、よし、思い切って鎖一だ。あ、それあたり。え？ありがとう、たくそー。村木！申し訳ありません。あー、黙ってんばっかしなんだもんな。宮本は昔から爆災があったからね。いやですな、部長。あ、マンガンです、どうも。え、ちょっと勘弁して。こんな嫌いなんだよ、ほら。みんな落ち着きましたか。幹事さんって大変ね。あ、まあ
得意の分野ですか。それより西郷さんこそどうしたんですか。興奮しちゃって眠れないの。残念ね。せっかくの社員旅行なのに雨なんて。ええ。綺麗な星空が見られると思って楽しみにしていたのに。そうですね。若者たちの季節です。ロマンチックに行こうとは思っていたんですが、肝心なところになると。